柳屋本店です。今回は柳屋アンズーの報道記者会見の模様をご紹介します。柳屋アンズーはさらっと軽く甘い香りのヘアオイルです。今回は人気読者モデルの木野園子さんが可愛く PR してくれます。それではご覧ください。はい、よろしくお願いします。メディア代表で質問させていただきます。はい、よろしくお願いします。あ、全然、私もドキドキしてます。同じモデルされてるので、はい、ぜひ教えていただきたいんですけど、はい、皆さんこう、アンズ油を使うときって、はい、先が傷んでるから先にたくさんつける、はい、というのが多いんですけど、はい、なんかこう、日野さん流のアレンジとか、はい、こんな使い方もありますよっていうのがあったら、ぜひ教えてください。毛先につけていただくのももちろんおすすめなんですけど、私はお風呂に入るときにまず入る前に髪を溶かして、でちょっと水分をかけてアンズーをこうその時お風呂の中でつけて、でタオルとかでこう覆ってヘアパックみたいな形が結構おすすめしてます。すごいしっとりするんで乾燥する季節とかにもすごいおすすめですね。はい、髪の毛洗う前に、そうですね、その後にシャンプーしていただく感じです。はい、はい、ぜひ。最後にもう一つ、はい、なんかそのツヤツヤの髪になったら、はい、見せたい人とかっていう、見せたい人、そうですね、やっぱり女友達っていうのはやっぱ美意識が高い子が多いので、やっぱ私の髪綺麗だよって女の子の友達に自慢したいですね。はい、女子会とか楽しいですね。そうですね、はい、ありがとうございました。2012年ジャパンドラッグストアショーでは人気の柳屋アンズーに加えプレミアム椿ちゃんのご紹介をしています。アンズーでは使い方ブック付きアンズーの試供品をお配りしています。皆様ぜひ柳屋本店のブースにお越しください。